動画の撮影が容量がいっぱいになって途中で、終わりまして、あいつね、ちょっとこの間の動画もそうだったんですけど、最後のちゃんと言い終わるまで容量が足らなかったっていう、もうそれで、ね、続き撮影してね、あの動画つなぎ合わせて普通なら作ると思うんですけども、もういいやね、その動画公開したんですけど、さっきもちょっとそういう気分になったんですけども、再び撮影を始めようと思ったのはまたちょっと面白い話遭遇して、あのね、ある意味これも正解といえば正解なんですけども、まあまあちょっとレンタルショップでね、 DVD を借りてきて、フェイトのグランドオーバーソロモンのなんとかかんとかっていう題名のものなんですけど、これを昔言ったことがその聖杯戦争で何を願うかっていう話。フェイトっていうものが作られる前にですよ、僕はもう二十歳ぐらいの頃だから、27年前かもっと若い頃、10代の、もう30年ぐらい前の頃、その、まあまあ、ここの会社もいろいろあるんですけども、U ホテル部っていう会社も、まあまあ、その話はちょっと置いといて、それ、サーヴァントっていうキャラクターがいて、まあ、英霊っていうものを紹介してて、そのスポーツの勝ち負け、頭なんかを渡したりとか、もう、自分がね、霊体的な部分、魂的な部分で、こう、完全に入り込むみたいな形、まあ、こちらも全然体とか、こう、力が入らなくなって、もう虚脱状態になるんですけども、もう入り込むような状態、その能力のプラスアルファがされた時ってもうものすごく強い状態になるから、まあこの間それで森下選手はホームラン打ってるんですけども、日本代表のね4番の阪神タイガースの森下選手まあその話は置いとくとして、その聖杯戦争で何を願うかっていうと、最初の出だしでね、こう重厚な、こう、声優さんのね、年配の方の男性の人、こう、荘厳な言い方でね、こう、いかにも、こう、すごくこう、意味ありげなね、こう、物の言い方するんですけども、背景の映像がね、だんだんこう、建物がね、増築されていって、立派なものが作られて、ついにそこで僕もね、心の声で、エネルギーの残存問題ってこう、言っちゃうんですよ。言うというか、こう、伝えようとしちゃうんですよ。で、隣にいたサーヴァントが、キャスターっていうキャラクターで、アナウンサーも一部キャスターになったりするでしょ？司会者。まあ、その、出演者をね、誰を出演させるかっていう、その責任問題で、年配の人が、司会者になって、訴えられるときは、ある程度その人も、法廷に出なきゃならない。で、そのキャスターにね、何を願うかと、僕が心の声で送ってた言葉、フェイクニュースを二度と許さ。昔もこういうの爆笑。読み上げるときに、文字が出てくるんだけども。重厚なそのセリフを読み上げ、声優のね、男性の人が、言葉途中でなかなか出てこなくなってるんだけど、笑いそうに、絶対来られてると思う。本当、これはね、Amazon プライムビデオを加入していて、このケースに関しては購入またはレンタルみたいな形になってるんですよ。月々600円なり580円なり払ってる、まあ2つのパターンがあると思うんですけども、まあまあ580円の方がおすすめですね。基本的にそちらの方に加入しておくと、アベマのアニメに関しても、まあ自分も加入してみて分かったんですけども、まあ無料で見れると。
アマゾンのプライムビデオの方を選択すると600円で、20円高いんですけども、そちらの方だと日本のアニメが有料化されてしまう、一部無料でアベマで見れたものが、あれこれどういうことっていう、ああそうか、会社がアメリカ系だからかと。そういえばこれ最初確かこれ分かったはずやと、600円入って、じゃあ600円、月々払って、プライムビデオに加入して、でその後なんか Kindle か何か、ね、無料で、一部書籍が見れるだとか、ミュージックビデオ無料の、あれめちゃくちゃややこしい、自分で曲選べなくてランダムで流れてくる、なんやねんこれこんなもんどうでもええ絶対みんなのやつこれ YouTube で無料で見た方が絶対得やんまああのそれで580円の方に僕以前入ったんですけども、それ聞いて、そうだったんですかっていうようなことを、ね、あの電話して電話料金払って、その当時まだ携帯電話のその完全無料化ができてなかった、これはその完全無料化も僕は今までの件とかを言って、まあ安倍政権の頃に言って、菅さんが総理の時に、その当時、官房長官をね、菅さんがしてましたから、記者会見とかを菅さんがしてましたから、でそれで、携帯電話をね、完全無料化それ達成してるんですよ。いろんなところついていってね、減価償却の話があるでしょうとか、そういう話でね君たちがお金持ちすぎると、まった東京タワーの次にあれ何でしたっけ、もう名前忘れましたけども、余計なアンテナのとこ立てたでしょ、発信力と受信力こ機器交換するだけで十分なのに、バカと猿は高いところがあれだけ好きだって、お前らも子供の頃からいろんな人から教えられてるやろって本当に本当にに発信力と受信力のその機器を交換するだけでいいのに、ちょっとした部分ですよ、ある程度のあんな大きな建物、本当東京が一番バカですよ、本当に。大学行ったやつほどバカいないから、本当にわきまえたら、いろんなことわきまえたらもう絶対大学なんか行かない、あこれ大学は余計だったんだっていうことわかるから。大学の教授は地震の発生で能登半島の件に関して嘘くそ言い始めた時に、ごめんなさいねこんな言葉出始めても、もう我慢の限界来た、僕もこういう言葉使ってしまう時ありますから、本当にもうね、あ前の動画で言ったか、じゃあもういいですね、ごめんなさいですさっきもその出だしのところ僕に突っ込まれてみんなそれ見た、昔そういう風な成り行きで、僕は二十歳ぐらいの頃ね、フルーツラパークで、北斗の拳をダウンタウンの二人に例えてどういう風にして誘ったかっていう形で、浜田さんがツッコミでダウンタウンの松本さんの頭をすぐ叩いてたんですよ。でそんなにテレビ出てる人が簡単にパン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 人叩いてあかんっていうことになって、昔はそれが常態化してたんですけども、本当はダメなんですよ、ダメな行動なんですけども、それ原因でね、その北斗の拳にだと、あの百裂拳みたいな形でね、あたたたたってこう、あれ本当は一文字飛ばしてね、あいたたたを拳四郎ってものすごい、最初の出だしって悲惨な目に遭ってるじゃないですか、恋人を力ずくで奪われて、あの胸に7つの傷ってこう芯にね、あの指をこう1本ずつ最初ほんと突き指するはずなんですけど、ケンシロウの胸板にこう突き刺していくで行ったりしてた、で最後4本の指ぐさって刺して7つの
星の後をつけたっていうものすごくひどい目に遭ってるでしょ。だからもうケンシロウの立場としてはとんでもない、被害者であり原告側なんですね。で被告側は絶対真なんですよ。で途中で手下どもが出てくるし、だから一発二発殴ったじゃ済まさないどころか向こうが殴られて痛いはずなのに敵キャラクターあいたたたたたってこう痛いとか痛とか言うわけじゃないですか。伊藤氏とはあいたたたたもうあたたたたって言い始めた。これが北斗の剣その時の剣士の目真っ黒でこう、こう目が見えなくされてるかな。怖い顔に変わるって怒って言ってしまう。ケンシロウは正当防衛を行いながらそんな悪い奴相手にはプラスアルファで挑発行為もつけたねってそれでも許される話でそれをダウンタウンに置き換えてダウンタウンの人にね浜田さん松本さん誘う時浜田さん松本さんに百熱拳かもしれない。まあ誘うっていうね そこもその相たたたの話混ぜながら、ね、いろんな家から笑い声が聞こえてきた。みんなその番組見てるときや。まあこの辺の地域でもねだいぶそういうの目撃した方なんですけど、いろんな住宅から笑い声がここまで聞こえてきたもん。それはめちゃくちゃ面白い本当に。でその後僕の働いてたフルスラパークでどんなねあの物事が起きたかって言ったらねグランドピアノどちらが先だったか忘れましたけども、グランドピアノがもともと置かれていたかどうかもよく考えて怪しいんですけども、本当はグランドピアノから勝手に音が鳴り始めて中で CD でも回してるのかなって思ったんですよ。それは当たりなんですよ。やっぱりその日一日遊んでない状態でスタートしてるから勘もねあのすぐに正解にたどり着くんですけども、鍵盤をパカッて開けてびっくりしたのが勝手に動いてるんです。でそれを僕もそれものすごく驚いたんですけども、夜不審者が現れた全般最初から鍵盤見せといて怖い話をね電波で聞かされます。鍵盤が動いと急に動き出すところ見せたね。神がかり的な力とあの世の人たちとね、その台風の発生してる地点あのミッドウェイの海戦とかあったところばっかりあると、であの世の人たちのことも考えておかなかったら、現世の生き方をねしっかりしてなかったら、あのむちゃくちゃな言い方してたらあの世行ってからどんな目に遭うか分からへんからっていうことをねあらかじめ話でした。夜勝手にフロントのところとかに人が歩いていたらって誰が不法侵入者なんか分からへんからっていう話で勝手になるようにしてそれもあのテレビ局の方とかでもね、そういうところに引っ越ししてもらって、そのピアノこちらから言わせたらほぼ半分は半分以上は絶対不審者まあまああのそういう面白い話を思い出したんでちょっと付け加えておきますね。もうそのフェイトのグランドオーダーじゃ グランドオーダーじゃない、グランドオーバーかな、そのなんかキンドゥっていうキャラクターが出てきたんですだけ。さっき思い出しました、あのアマゾンプライムビデオに加入した時に
本が無料である程度読めるっていう金で、大した漫画見つかってない。もう大体買わされる、そこから。こういう漫画はこれぐらいの値段なら購入できますよ。もうそんなんだったらもう、レンタルショップに借りに行こうが絶対得やから。あと目が、疲れる疲れないのところでね、あんまり明るいものをこう見てると、テレビの見過ぎとか良くないですよっていう部分がありますから、いろんな意味で。嘘を吹き込まれて、それに利用させてしまった。わかります？すごい法律違反。デマを留保させたらならないって刑法でかかって、いつでも捕まえれるテレビ局悪党の総本山まあだからテレビ局出演者の人間にある程度厳しいことを言える人間、北斗の拳に例えると、ある意味淡い圭介当てはまって。本当に。もう誰も名前出してた、でも知らないから。本当に本当。教えてもらったことない。本人らが教えたつもりになってるだけ。身分証明書ちゃんと見せて、メモしたものを渡してあげて、実際そこの家まで連れて行ったり、確認、なぜ確認ができなかったら無理だから、あのね、田舎の方の地図見たことあります農家の人たちが多いでしょ。だから自分たちで土地を所有してるから、新しく家建てようとするときに畑の上に家建てようとしたりするんですよ。だからね、加藤さんの隣の家に加藤さんがあるんですよ。わかります？で、番地がね、こういうところみたいにきちっとした番地じゃないんですよ。例えば、兵庫区で言うとね、東山町4丁目16の18とか、そういう番地あるでしょ。そんなんじゃないんですよ、田舎の方。3601番とかね、そういう。わかります？で、その隣がね、なぜだか続き番号じゃないんですよ。4200何番とか、同じ加藤さん。これは郵便局の人、長年勤めてる人じゃなかったら。これ無理やと。暗記で覚えんかった。こんな配達これ無理やでと。地図見ながらでも、ほんと。二件どころじゃないですよ。加藤何々さんの横に加藤何々さんがいて、その横に加藤何々さんがいて、東西南北。その隣に加藤何々さんがいて、加藤何々さんが16件ぐらい固まって。10件前後ぐらいだったら、もう、小野市の方まで行ったり、加藤市の方まで行ったら、ザラにあるから、兵庫県で言うと。三木市の隣が、まあ、やや北部の方が小野市で、そのあたりからは、加古川の本流と続いてるから、本当河川の撮影とかも込みだけども、その前に週は株式会社の仕事とかでも行っています。あの辺巡回の仕事でね、しかも年末13連休させられてますから、朝の出勤時間8時ですよ。仕事終わるの現場が9時ぐらいですよ。21時頃本当は捕まる。誰だってまず第一義的に社長、そこからね、現場恩師ですよ。北神戸店まで帰ってくるのに、ある程度時間かかるの分かるでしょ。で、みんなね、次の日の灯油積み込んだりして、列ができてるわけですよ。で、タンクローリーのそのキャビンの中でね、キャビンって運転席のことです。で、その中でね、事務所にその日の灯油券の、販売と、回収した量とかをこう書類に書き込んで、販売数量何リッターでとか、全部。まあ、他にもいろんなものを書き込むんですけども、まあ、そういう作業をずっとしながら、で、灯油積み込み終わったら、今度その内容をパソコンに打ち込んで、で、入金して、そこで数字合わない人は数字本当に合わないから。実費
なぜそうなのかって言ったら、もうみんな早く帰りたいから、もう金額は合ってるか合ってないか、もうどうでもよくなって、早く入金して、早く帰って。早寝んかったら、倒れるから、自分の方が。大体ほとんどの人間が、週5日の出勤でね、その時、1年目、僕、13年勤させられた時、店長がなぜか現場行かないんですよ。ずっと事務所。電話とか。で、事務員に教えなあかんとか言い始めて、事務員にこう何か教えたりとかで、全然現場行かなくて。どうせ絶対暇。で、同期で、同期というか、先にね、働いていた、吉川くんっていう男性がいたんだけども、その吉川くんが店長叱ってくれて、この人こんなに働かせたらダメって言ったでしょって。竹野さんが現場行ったらいいだけだったでしょって、もうものすごい怒ってくれて。この人交通事故を起こして死んだらどうするんですかって。本当に、ものすごい勢いで叱ってくれて、店長。平が。間の課長と主任は逃げて隣の部そこの会社絶対異常だから、働く話が来ても絶対行っちゃダメ、むちゃくちゃなことさせられるから、本当にもう反暴力団みたいな形になってるから、誰がって店長と会社の役員が北郷エデンってたまに雪降ったりするんですけども、チェーン持たせてくれないんです、タンクローリーに。現場で雪積もった時があって、でそれでね、店長に電話かけて、それはまあ2006年から2007年にかけての頃なんですけども神戸市北区の松ヶ江町とか日の峰っていうところがあるんですけども、あの辺りってずっとね、こう坂下ってで横曲がって角を曲がってね、でまた次の列今度登っていくんですけども、タイヤ空転することぐらい分かるでしょ、チェーン巻いてなかったら。でどんな指示出されたと思います？家の前雪かきしといてもらってるはずだから、そこで滑っていくけども、そこで止まれるはずやって、俺らはそれで何とかしたってわけわからんこと言われた。販売の鬼、本当に命がけ、もうブレーキ踏んでも効かないから、タイヤが滑り始めたら。本当にどう滑っていって、あのアスファルトが見えてるところにうまく着地するか、途中でハイビー回ってて、本当に。それ本当にさせられたから、本当に。だんだん、後から僕の事情とか人生思い出した時に、俺、そういうような指示出しとったやつ、河合圭介を殺すつもりだったんちゃうかって。全部隠蔽して。もう絶対そこまでさせたら刑務所行きだから、本当に。もうそれ、タンクローリーの横転事故が、一つの店舗、スマ店でね、10月から11月の終わりまでで、1店舗でですよ、タンクローリーの居眠りの横転事故が 3回起きてますから。びっくりするでしょ。新聞載ってますよ。僕も乗った方、居眠り運転で。だけども、会社からの指示でね、一月400時間近く働かされていた淡井さんがとか書いてくれないんですよ、新聞は。なぜかって、警察官が上司として来とうから。店長として。で、警察が調べてその情報をあげるから。報道ステーションの小木さん、交通機動隊。もともと。アニマ警察署の奥の方で書類書いてるの見たから、多分警部補以上。警部補っていう名前聞いたときにおかしいと思いません？警察官っていうのは一番下が巡査で、その上が巡査長で、その上が警部補で、警部補から取り調べの調書は書けるんです。法律でそうなってます。で、その上が警部なんです。警部補の方って警部捕まえると書いて警部補でしょ。もうバレてしまってるんですよ。
行政がもともと悪さをしていて隠蔽するためにばっかり警察官が動いてるって、その精神を生産されなくなる薬とか精神病院の件でね、それ取り締まりに行ってる山口組として、を取り締まるっていう形でね、三井系列の田岡五殿、神戸市の灘区か東灘区の方に大きな家が建ててあるんだけども、その三井系列でね、三井製薬所、昔の名前は田岡製薬所っていう名前で、その田岡っていうやつが捕まってるんですよ、家宅捜索で。俺らだってこんなことになってるとは知らんかったって、こっちが捕まってまうわって言ってる警察官、もう制服脱ぎ捨てて行政がこんなに悪いって知らんかったわって、民事訴訟法ででも捕まえれるっていうことを俺らももう知ってるわって言って笑わなと何十人、多分もう100人近く警察官集まって出てこいって、あのアンラッキーモルフェイさんのエモレブリューションで、そのドアをぶち破れか何かあるでしょ、あれ何かって言ったら、家宅捜索が始まった時にもうそこまでもうめちゃくちゃなことしてたことがバレた議員とか癒着してね、めちゃくちゃな金の稼ぎ方してものすごい豪邸建てた連中そいつらを家宅捜索するときにね、扉をねこじ開けるときに、もうもう僕も工業界だからこういうのがあるからっていうこと電の子の工業界の金属を切るやつでドアもうドアごと周りごと取ったったら本当に現場でそれやってるから電の子回転させて、もうこっち側もバッテリー付きのもう物持ってきてるからって、もうコンセントさして、もうなんならここでガソリン使いながら分かってるなって、またあいつがめちゃくちゃ怒るぞってガソリン味方に使いよったあいつ怒らせたら世界中からいろんな人がめちゃくちゃ怒るぞって、お前ら分かってんなこっちもお前ら捕まえんかったらこっち側もどうなるか分からへんからっていう人も混ぜ込んどいて強制家宅捜索で家のドアごと取り外して本当北新ビルのある薬局もすぐ捕まる方全員だから言ってたんよ、内科で睡眠薬をちゃんと出せるようにしといてあげたらいいって。でそれは精神病じゃないって、自立支援を出してるやつらが精神病院に行かな、行きにならなきゃならないやつら、そんなことしていて、あちらこちらで店出して、これがこの辺のことね、内科と歯医者が10軒以上ずつあると、総合病院が藤原台と有馬台に1つずつあって、ちょっと向こう行ったら今度道場南口のところで、新鉄の神戸電鉄、道場南口っていう駅すぐそこにある3つぐらい先行ったぐらい、もしかしたらこの先が、二郎なんだけども、その次だったかもしれない、そこにも総合病院あった。医療機関ほどめちゃくちゃなやつがおらへんから、本当にもうそこもエロ業界大量発生、もともとそこに集まってきてるから、もともとアナウンサーとかでも短いスカート履いてテレビ出てたでしょ、エロ業界もともとテレビ局が、だからその残党がどうしても混ざり込んでしまうから、だからテレビ局が正常化なかなかできなかったで、やっともう長年もう10年以上前にね、僕は SD カードを高島やルート宛てに送ってね、その前に川野明子とかにね、古舘伊調さんとかにテレビでそんなに嘘言うとったら捕まるからっていうことで、現行法規と現代日本法規の正しい内容、正しい法律のこれぐらいの分厚さ、六法全書に載ってない部分送りつけたってその後川野明子が引退して
まあまあ、笑い話なんかいっぱいあるけども、さっきうーっていうあのサイレンの音聞こえたでしょ。山口組の話が始まる。ああいうバトンが、すぐに出動するか。まあ、この間、アンラッキーモルベイスのそのライブ行く前かな、なんか、宇賀なつみらしき人物と、富永神経クリニックの医者と思われる人物。その人も富永っていう、富永神経科クリニックの医者として現れた人なんですよ。分かんない。だって、なぜかっていうと、従業員の人に聞かれたのよ。受付にいる人に。淡井さん、あの人が富永さんですよねって。その僕の方で分かるわけないじゃないですか。あなたたちが働いてるんだから、あなたたちで知らないと。個人情報を開示しなさいっていう内容ちゃんと書かれてるわ。法律名だけで判断しないで、法律名の中身見ろ。開示せんかった方が隠蔽や。簡単や、こんな話。まあまあ、面白い笑い話なんか、まあいっぱいありますけどね。まあ、反撃っていう番組がなぜ高視聴率だったか分かったでしょ。まあ、フジテレビでね、僕らの提案で反撃っていう番組、提案して、で、採用されて、ね、懸賞広告のお金払ってもらわなきゃならないのに、もうテレビを放送するんだったら、でもいろんな企業からね、スポンサー料金集めて番組作ってるんだから、で、悪いこと、何が悪いことで、何が悪いことじゃないか分かってない連中がいっぱいいるから、弁護士さんがちゃんと入って、法律のプロが入って、で、しっかりと、犯人を追い詰めていくっていうね。そういう、まあ、すごい視聴率高かったでしょ。いろんなところで、いろんなひどい目に遭った人たちがいっぱいいるから、視聴率十何パーセント。平気でいつも出してた、本当に。多分世の中いっぱいいたんだと思いますよ。むちゃくちゃな奴らが。僕も、むちゃくちゃ目に、本当にたくさんあってろ。そのフジテレビが今度お金払わんって言い始めたら、今度フジテレビはどうなるかもうみんなわかるでしょ。差し押さえ。政府の方で。全部。で、公務員の数減らされて、公務員の人も給料減らされます。放置していたから。順番的に絶対こうなるんですよ。政府の持ち物に会社はできるんです。で、ただし、テレビ局自体が、総務省の管轄で NHK があって、その傘下で民間のテレビ局があるから全員ノックアウトできるんですよ。僕の立場であればね。他の人だったらできない人はいっぱいいますよ。立場的に。何言ってんの？君たちが利益還元して、もう金稼いだ後じゃないって。こっちが作ってきた番組の内容見なさいと。誰もフェイクニュースを放送しなさいなんか言ってない。本当のことだけ放送しろよって高島屋に言ってる。だからちょっと前の番組ね、高島屋が、はいって急に態度変わったでしょ。ちょっと前なんか本当は淡井圭介のこと舐めて、敬語なしで喋ってたでしょ。我慢の限界切って思いっきり叱ったって、分かっとんかと。まあ、どっちが刑務所行きになるか分かってんのかと。誰のお金で金稼ぎできてるんだと。ゆずも。全部止めるぞと。何回か止めたって まあけど、これぐらいね、なぜ、そこそこもう半ばぐらいまでもう真面目に働くはずでしょ。もう僕はもう18歳ぐらいからもう真面目に本当に働いてる勤務先で笑いながら仕事はまずないっすよ。そんな余裕全然ない。
披露宴だって一つの部屋で、僕フルーツラパークで3軒コーナーしたことありますもん。トリプルそれエースコンバットっていうゲームあるでしょ。でエースコンバットゼロっていう作品だったと思うんですけども、円卓の鬼神っていうキャラクターに登場してるか一軒の披露宴の売り上げと彼も追い込みかけられてると。阪神淡路大震災の被災者で人材派遣会社を通して働きに来ていて、もう彼の証言で内容合ってるはずやと。議員が身勝手に、バブル崩壊の頃に299億何千万円使い込んでウルツラパーク作って、阪神淡路大震災がその後1995年にあってこんな金額返せるわけないじゃない絶対って。一軒あたり200万前後の金額かかりますよ、本当に披露宴って。だけどもね、1日 3軒披露宴開きましたと。1つの部屋で、別の部屋でもありましたよ。その頃、浜川がもうめちゃくちゃなってましたから、神戸市の。ホテル、大倉神戸とか、メリケン、その当時は、メリケンパークにある、オリエンタルホテル。現在名称、なんだろう。ちょっと現在の名称わからないんですけども、新神戸駅のところの新幹線の、あそこのホテルも、本当は、オリエンタルホテルっていう系列で、まあ、オリエンタル系列、まあ、多分まあ神戸市関係だと思うんですけども、泉新中央の方に、西区の方にももう一つあるんですけども、新神戸のところは、阪神・淡路大震災の後、クラウンプラザホテルか、クラウンホテルか何かそういう名称の、ホテルに変わりました。で外資が入ってね、役員の人の名前も東京も買ってみました。海外には役員になってます。だからそう円卓の騎士で。あのストーリー見てもらったら、まあ、無料で、ね、動画で見れるんですけど、ストーリー、あとは、まあ、曲もね本気で作ってもらってるんで、その辺に関しては、まあ、自衛隊関係の人たちがオーケストラとして、まあ、演奏したり、エースコンバットの曲を動画でも出てきますよ。まあ、シンシンっていう戦闘機の話あるでしょ。あれもともと何かっていうと、僕は二十歳の頃にねフルーツサーパークで社員だけ置いといたらね、もうエネルギーの残存量もでもうこっち分かったからって、もう法律とか行政がどういう風なところか分かったと、悪党の巣窟だっていうところが分かったと、そういう風な議員の子孫の人たちとうまく物事を解決していかなきゃならないという、このむちゃくちゃ難易度の高いこと分かったと。でもうシンプルザベストでいいということで、海外とも話ついたと、皇室の人たちとも話ついたということで、第5世代戦闘機、日本の心身はこれだっていうことで、機体なんかないの車輪だけ置いといたで。そんなもう昔の F14 でも何でもええわ。日本の戦闘機。こっちもいろんな仕事を現場働きながらが一時覚えてられんわ、ずっと。その辺の車のタイヤだよ。それ置いといたら。作るなっていうことやって、もう今更国連が出来上がったから、戦闘機なんかいらんやろってなんでいんねんって、その後、日本のニュースで放送されたの。2000年過ぎに、9.11 アメリカの、オートパイロットシステム。AI による電波でのアクセスによって人間で操縦桿の言うことを聞かなくなって、あれ最悪本当は離陸するところから、コンピューターが動かしてる可能性ある。もうそれぐらい、コンピューターの世界の話にしてたら危険。本当は一部のニュースでそれ放送されてる。で、あんまりその話を聞くと、もうみんな、怖くなって飛行機乗れなくなっただとか、いやいや、
その話をちゃんと正式に表立って、公表しておいてあげて、でそれでも飛行機乗りますか乗りませんかの話にしないと思って、もうその頃にはスカイプっていうものがあったから、パソコンでパソコンの画面を使って、海外の人とね受け答えしながら、あとはファックスとかでも書類送れるんだから海外まで行かなくても仕事の話できるじゃないって。これでエネルギーの残存の問題の解決にもつながるし、まあもともとそのコンピューターのそのハッキングとかはなくても、もともと昔は飛行機ってすごく危険だったんですよ。レーダー関係のところとか甘かったりだとか、その今までの事故経験があるないだとかで、その積乱雲の近くを絶対通らないようにしなかったら、気温のこととかもね、なぜ雲の中を通過しただけで戦闘機のエンジンが発火してね、トラブルが起きて爆発して、なぜこの飛行機は墜落したんだっていう話なんですけども、それは氷が降ってきたりしてるから皆さんわかるでしょ、あられとか氷、大きいものだったらこれぐらいの大きさとかで降ってきて、時には車のフロントガラスを割ってる時とかあります。もうあの亀裂がたくさん入ったらもう割ってるっていう表現でいいです。だからああいうような状態のものが空中であるわけだから、それがね、あのエンジン部分である、あの回転してるプロペラのところ、あの奥にエンジンがあるんですよ。だからそこ入り込んでプロペラとか壊れたら、その先にあるエンジンとか壊れて、で最悪発火するんですよ、引火して摩擦とかで火花とかスパークするでしょ。でそれで、その金属部分とか接触してね、だからプロペラとか歪んだりとかして、でそれをあのエンジンだから無理やり回ろうとするでしょ。そしたらもう周りぶつけながら回るんですよ、ガタ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 って。もう工業高校行っていて、誰かね、あの僕は失敗したことないんですけども、同級生の酒井って、酒と挑みって書いて酒井っていう名前なんです。まあ名前には意味がある話ありましたけど、どちらかというとおとなしいものだったんですけども、まあちょっと失敗して、あの何を失敗したのかな、彼は締めるのをしっかり締めてなかったのかな。旋盤っていう機械があるんですけども、そこにね金属をしっかりといろんな方向から締めて万力で、でそれから回転させて、その締めたところをね高速回転させて、そこに刃を当てて、金属のものすごく鋭利で、硬い金属を当てて、金属を徐々に削っていくんですよ。そういうふうにして金属加工っていうものをするんですけども、それが締め方が多分甘かって、角度がついてこう回り始めるから、こういうふうな動きに、こう回らないでこういうふうな回り方になるでしょ。こう普通にしっかり締まってたらこうなんだけども、こう締め方が甘かったらここでこう角度がつくでしょ、こういう風に回るでしょ、いろんなところにぶつかり始めるでしょ。だからもうその時もう僕もびっくりしたんだけども、ものすごい音でガン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 っていう音が、もうもっと速い連続音で、もう何回もその検索バイトって言うんですけども、その刃物その部分にもう何回もぶつけてるっていう。でもうその金属の加工する金属、そこも金属ですよ、だけどもうそれを完全にひしゃげてるんですよ、回す方の力が、パワーがものすごくあるから。あんなものに、だから、神戸高専だったかな、どこの工業高校だったか忘れましたけども、その学生さんの事故でね、袖がその回る方のところのね機械にこう巻きついて、体ごと目の前にこう旋盤がありますよ。で、まあ高さがまあ大体これぐらいだったとするじゃないですか。で、まあ立ったらこれぐらいだったとするじゃないですか。その向こう側にね、こう袖のところが巻き込まれた瞬間、もう体が向こう側にバーンってこう吹き飛ばされてると。だから吹き飛ばされただけでまだマシな方で、そのまま腕が巻き込まれたら腕めちゃくちゃになります。
まあ、それぐらいまあ危険なんですけども、あんまり機械関係の、だから工業関係に関しても本当に気張ってないとダメ。一回でも失敗したらもう人生で取り返しが効かなくなるから、その事故の方ですよ。物の加工の方の物が武装する部分に関してはまだいいんですけども、そのあんまり大したことじゃないから、まだ学生さんですし、まあ、ちょっとまあ最後の方真面目な話になりましたけども、まあこれぐらいで動画公開しておきますね、続きっていうことで。まあ笑い話込みと、あとまあちょっと良い話込みで、まあ話しておきました。以上です。現在時刻2024年11月19日、15時41分。以上です。